緊張しているのか。肩に力が入りすぎているぞ。運転歴はどれぐらいだ。ペーパーって、ペーパードライバーということか。勘弁してくれ。事故るなよ。来るぞ。どういうこと？ FB はどこ？あの家に運び込んだことが何を意味するかだ。一時的な保管場所ということなのか、それとも。M4 というのが私のコードネーム。それも FB がつけてくれた。今度はここで張り込みだな。あれは？今度はどこへ？天王寺の妻が FB の可能性がある。あんたね、少しは連絡したらどうなの？ずっと立て込んでいたのだ。立て込んでたね。もしかして心配していたのか？あ、私じゃないわよ。
私は別にあんたがどこで何をしてようが知ったことじゃないけど、ただマユリはすごく心配してた。見てて痛々しいぐらいにね。せめてあの子にだけは連絡してあげなさいよ。全てがマユリを救うため。敵の正体がもうすぐ分かりそうなんだよ。というか敵って彼女は敵じゃないの？敵だが真実を求めるため協調体制をとっている。マユリを殺す人なんでしょ？そうだ。まあいい。それでこれからどこか行くんでしょ？私もついていく。正気か、助手よ。正気だけど助手じゃないから。危険かもしれないぞ。今日の私は死ぬことになってる。いや、お前は死なない。だったら問題なし。世界から死なないことを保証されたようなものだから。よく来てくれたな。ずいぶん早起きなんですね、ミスター・ブラウン。まあな、苗の学校の時間に合わせてるから基本的に早起きなんだよ。今夏休み中だが、もう習慣になっちまってる。お嬢さんはまだ寝ているんですか？うっせ、前のこと聞き出してどうするつもりだ。猫みを押そうとしたらマジで殺す。しませんよ。数時間前、この家の前に6人の男が集まり、とあるものを持ってフランスに渡った。そのことについて当然ご存知ですね。それが IBN5100。 あなたは知っているはずだ。幻のレトロ PC だろ。あなたは何者だ？運び屋か、それともラウンダーか。おめえは裏切ったのか、 M4。
しかして FP？ フェルディナント・ブラウンって知ってるか？おいおい、ブラウン管を発明したノーベル物理学賞の偉人だぞ。フェルディナント・ブラウン、頭文字は？あ、FB。 そういうことだ。一つ聞かせてください。あなたの奥さんは？ナイを産んだ時に死んだ。それが俺への依存の次は現実逃避か？あなたがラウンダーの一員だったとはな。セルンの犬だったとはな。犬か、間違っちゃいない。撃てば銃声で娘が目を覚ます。だから何だ？娘にそんな汚れ仕事をしている姿を見られたいのか？俺の娘は見た目で判断するような器の小さい女じゃねえのか？よりによってあなたがラウンダーとは。橋田鈴はあなたにそんなことをさせるために世話をしてやったんじゃない！スズさんのこと知ってんのか？だったらもっと早く言ってくれよ。だがな、ずいぶん分かったようなこと言うじゃねえか。スズさんは10年も前に死んだんだ。その当時岡部は8歳かそこらだろ。なのにスズさんのことが分かるってのか？分かるさ。俺の主観時間では、彼女はほんの数週間前までこの時代にいた。未来を変えるのは君たちにかかってる。私は荷物をこの秋葉原に絶対持ってくるから。そして君たちに責任を持って託すから。お願い、未来を変えてほしい。あなたのすぐ近くにいたんだよ。彼女は橋田鈴、いや天音鈴葉は
セルンと戦うためにこの時代にやってきたタイムトラベラーだ。な、日本気づかなかったのか、FB。あなたの恩人は2036年からやってきたんだよ。我がラボの一員、ダルの娘だ。スズハはセルンを恨んでいた。なのに、そのスズハに世話になったあなたはセルンの犬か。これではスズハが浮かばれないぞ。でたらめ言ってんじゃねえよ。どうしてこんなことになった。うるせえな、いろいろあるんだよ。本当に FB、 ああそうだ、メールは全部俺が書いた。なぜ女言葉かって、カムフラージュだよ、正体を隠すためのな。ネットでもネカマなんて腐るほどいるだろ。マジな話、大変だったんだぜ M4、 メール送りすぎだタコ。おめえのくだらねえ相談に全列してやったんだ、感謝しろ。そんな、 FB は私のお母さんみたいな存在で、私は FB のためなら